長浜屋さん普通にうまかったですね。チャーシューがしっかり味がついてて、スープはちょっと薄めですね。麺は、まあ、細麺で、まあ、福岡のラーメンっていう感じですね。まあ、美味しかったです。
次は天神です。地下鉄七隈線、西鉄天神大牟田線方面が折り返し右側です。ドリアンのお客様のために扉付近を広くお開けください。このホテル朝食付きで6000円弱なんですけど、なかなかいいですね、ここ。ただちょっと街から離れてるかな。ちょっと帰り暗かったら迷いそうです。